土の中に埋めてやろうか。いやあ、接続ですけどよ、今回から定期生放送土の中園芸部員のエトセトラってなんかちょっと今変な髪感じした。エトセトラ、このゲームはね、もしかしたらイラストで気づいたかもしれませんが、過去に実況したことがある、あの落書きピースフルっていうゲームの作者さんと一緒のゲームなんですよ。どういうゲームかって言いましたら、なんか園芸部員、主人公が園芸部員で、その園芸、なんて言えばいいんだろう園芸部員ってそもそも何する部活なんだろうよく知らん、よく知らんままこのゲームをやるなって思うかもしれませんが、見てくださいこれ、土田圭介バージョンですよ皆さん。なんかよく知らんけど作者さんが気使ってくれたか作ってくださいましたやばい、生放送に作者さんがおるげんな下手なこと言ってたら俺ネットから消されるっていう運命を抱えた状態でやってますからね皆さん、怖い怖いよし、やっていきます。でね、このゲーム、あの落書きピースフルでもそうだったんですけど、主人公の名前を変えれるんですよ俺桜井なんて読むこれ、花なんて読むこれ何絵って読むんですかこれ、か、かなえか、かなえって読むかな、桜井かなえさんっていう名前らしいですね、その人の名前。よっしゃ、やります。それを最初に見つけたのは私、桜井ヒポポタマス桜井ヒポポタマス、やばい、噛むぞこれ、俺滑舌悪いけど自分で付けた名前のくせに噛むぞこの名前はお前ちなみにヒポポタマスってね、英語なんですけどね、日本語に直したらなんて、どういう意味かわかりますか。カバです。また高校生、高校1年生だった頃、入学式を終えて教室へ戻る時だった。列をなして早足で歩く生徒たちの中、一人だけ時間が止まった。どうしたん、クロックアップ、クロックアップ、仮面ライダーカブとかお前。廊下の窓から見えた中庭の階段があまりに美しかったから、導かれるように窓に近づくと遠目からでもはっきり分かった。王林、ダイワ、ダイワハウス、ダイワハウス、あの色彩、他に見たことのない生命力が小さな花壇から溢れ出していた。はあ、咲いていた花の名前も知らなかったけれど、あまりの素晴らしさにため息を漏らしてしまった。草花が大好きだった私は、寝ても覚めてもその姿が忘れなくて、一体誰があの花壇を作ったのか聞いて回った。そして明らかになった。去年の園芸部がその花壇を作ったということが。分かったのは1ヶ月後ぐらいだった。当然私も園芸部に入部しようとした。あんなに素敵な花壇を作った先輩に花の育て方を教えてもらえる。ついでに彼氏の作り方も教えてもらえる。嬉しくて嬉しくてたまらなかった。高一の夜。でも最後の園芸部員が前年度卒業してしまっていて、園芸部はもう廃部になっていた。そして世話してくれる人のいなくなった花たちは次第に枯れていった。あれから2年、私は3年生になった。いろいろな人から聞いて回ったり、自分で勉強したりして花の育て方を調べてきた。相当詳しくなった。あの時見てた花の名前だって言える。タンポポブー。そして思うことがある。今だったら私も同じ花壇が作れるんじゃないか。うん、ヒポポタマス、それは無理だ。私だったらあれだけの花を咲かせることができるのに、部を潰しちゃうなんて真似はしない。そう思った。そして次につなげていける。
毎年毎年花壇に可憐な花を咲かせてみせる。どうぞよろしくお願いします。次の日、かけられた書類を先生に提出した。園芸部の設立を希望するものだ。桜井が園芸部の部長に？桜井は放課後自主的に花壇の世話をしてるしな。よーし、校長先生にかけてみるよ。めっちゃ声が特徴的な先生だな。先生はそれを嬉しそうに受け取って言った。でも部員があと4人いないと難しいだろうな。園芸部は一回廃部になってるから。ざまあねな。ちょっと待って。いきなりウィンドウにさ、ヒポポタマスって出てきたら、ヒポポタマスって出てきたら、ちょっと笑ってまうやが、自分ですけど、言ってなんやけど。ちなみにヒポポタマスってね、さっき言った通り動物のカバって意味なんやけど、だから、周りからこの子は、カバちゃんって呼ばれています。どんだけー、それカバちゃんじゃなくて1個やん。私の一大決心が打ち砕かれようとしている。寂しい人生だと思えるかもしれないので、あまり言いたくないのだけれど、私は友達が非常に少ない。草花を観察していると楽しすぎて休み時間が30秒で終わる。それはおかしい、それはおかしいわ。放課後はもちろん昼休みだって中庭の花壇に来るし、休みの日だって花壇が気になって気になってしょうがない。もう花壇と結婚したいよって言われてしまう。友達を作るということを高校3年になるまで直切りにした結果がこれだ。笑うなら笑え、先生方。ただ、私の友達はゼロではない。ゼロではないんだけれど。お。いやー、ヒポポタマス、元気してたか？偏見でこんな読み方にしてしまったけど、これでいいんかな、作者さん的に。まずやってきたのが、木村裕二くん。木村、じゃああだ名はキム兄ね。同級生だろうけど、昨日も会ったじゃない。キム兄は番長と呼ばれ恐れられている。顔が怖いのももちろん、背も高いし、喧嘩も学校で一番強いからだ。この前廊下ですれ違った時に肩がぶつかったクラスメイトを眼力だけで泣かせていたのを見かけた。そんな彼にどういうわけだか気に入られてしまった。俺様はお前に会えなくて会えなくてだな。毎日放課になると絶対花壇に来る。その頬のあくらめ方、お前似合ってないぞ。お前アンパンマンみたいな頬のあくらめ方しやがって。お前それはいいんだけど、木村君の恐ろしさからか以前より花壇に人が来なくなった。もっとも5人か3人になった程度だが、今から花の世話をするからちょっと待っててね。おいよ。いい人なんだけどね。どういう読み方すればいいんだ。はてな、どんなやつが来る。ちょっと待って、どんなやつが来るこれ。ヒポポタマスちゃん遊びに来たよ。こんな感じかな。あ、女の子じゃん。わ、結構声が高そうな女の子が来た。今の声の高そうな感じじゃまだ足らんぐらいの声の高そうな、なんかすごいアニメとかでたまに出てくるめっちゃ声高い女の子っぽいが来たな。お次は黒川桃ちゃん。黒川、え、払いが黒いの、腹黒なのか。桃ちゃん、いつもスキップしながらやってくる。いらっしゃい。ももちゃんは同じ明るくて可愛い学校のアイドルなんだけど。わっ、木村裕二だ。こんな感じでいいかな。作者さん的にこんな感じでいいかな、この高さで。おう、木村裕二だぜ。ひゃー、そんなつもりじゃ、脅かしてごめん。もう反省するよ。お、磁石の同極同士みたいな感じの話し方しているな。キムがにらむ？にらんでないよ、笑顔だよ。どっちかって言うたら狂気的な笑顔かもしれないけど笑顔だよ。本当？
50円わ、二次元でよく見かけるくらいのもうパッと見では泣いてるんだなって分かるぐらいの泣き方しているな、お前は。どんまい、木村くん。略さずに言うと、ドントマインド。ももちゃんは極度の怖がりだ。人、虫、闇、万物が怖いらしい。何をされたわけでもないのに、木村くんに対し顔が怖いという理由で怯え続けているも、そのためだ。ああ、万物が怖い。ではどうしてそんな恐怖を乗り越えてまで中庭にやってくるのか。そろそろお腹が空いてきたな。クイージ。あ、あんなところにイチゴが。答えはクイージである。将来ギャル曽根的なやつになりそうな気がする。ももちゃんは放課後になると毎日花壇に自生するワイルドストロベリーというイチゴを食べに来ているのだ。ワイルドストロベリーは普通のイチゴに比べると小粒で酸味が強いのが特徴なのだが、その独特の味にはまってしまったらしい。後であげるから。ありがとう。ねえ、このヒポポタマスの顔、このヒポポタマスの顔、お前絶対さ、絵付けって感じしてるぞ、お前。絵付けで手なずけようとしてる顔だぞ、お前は。偏見かもしれんけどな。いちいち虫が出るくらいで怯えられたら仕事にならないから鬱陶しく思う時もあるけど、いないといないで寂しい。女子で唯一の友達だ。女子で唯一の友達なの。知り抜け、桜井。こんな声でよかったんかな。どんなやつが来るか知らんけど。む、この声はアンパンマンではなかった。どっちかっていうと食パンマン的でイケメンだった。次に7位センタロウくんが、なんて読むんですか。俺漢字苦手なんで、これなんて読むんですか。なんて読むんですか。さっそうって読むんですか。さっそうかな。さっそうと歩きながらやってきた弱きイケメン。わあ、こういうイケメンがモテるんだよな、この世界で。学校じゃこういうイケメンがモテるんだよな。いかにもハーフっぽい感じがする。七井センタローって言うけどさ、実はミドルネームとかあるんじゃないの。七井 N センタロー、七井 S センタロー。わ、ミドルネームありそうなのよこいつ。そして私が一生懸命世話している、花壇に大きなスコップを振り上げて穴を開けようとするではないか。大きなスコップ、お前。そんな歩き回っとったらちょっと生徒会に目つけられるんじゃないの。風紀委員会、風紀委員会か。何してるのさ。埋蔵金が出たら半分やるよ。いらない、いらない。本当は欲しい。七井くんは発掘マニアだ。なんて思うんですか。やばい、漢字作りがなくてこれも読めない。何品って読むんだこれは。を集めたり発掘するのが大好きで、高校時代を費やして学校の中の土を掘り返したという。残るのはこの花壇だけだというのだけれど、精魂込めて育て上げたこの土壌を、花壇を掘り返されてたまるものか。私は七井くんの侵入を全力で拒んだ。侵入を全力で拒んだ。ガチの下打ち、ガチの下打ちやめてくれませんか。血じゃないよ、もう全く。直樹くんのスコップを沈めて安心したのもつかの間、中庭に明るい声が響き渡った。いや、説明気づけよ。ダーダー、むむむ、この声は来てしまった。今回の生放送の目玉的なやつが来てしまったぞ、お前。そうだよ、やばい。作者さんが多分今でも見てるんだろうなと思っとったらすごい恥ずかしいんやけど、これですよ。スタート画面でもちょっとチラッと映ったけど、切な気づきバージョンってあったでしょ。こういうことなんだよ。なんか作者さんが気を回してゲームにちょっと俺を登場させてくれた。話題のゲームだろうが興味ないならやらない。需要がなくてもやりたいゲームだけをする。それでもついてきてくださる視聴者を楽しませる。そんなスタイルでゲーム実況している実況者らしい。ああ、多分今の文章、Twitter のプロフィールの欄に書いてあったことなんだろうけどさ、
ごめんなさい。数日前に内容を変えてしまったけん、今そういう文章を書いてない。さつなけすけくん、また来たんだね。やばいな、もう。ゲーム内に、全く同じ名前の人物で聞いたときにはさ、それを読むときの恥ずかしさって、パネーな、おい。これどうや、え？これナチュラルに読んでいいやつだん。やばいな。これナチュラルに読んでいいやつなんかな。今日こそ演芸実況させてもらうよ。演技実況って。お前 なんかすごいコアなところについていこうとしてる。俺ゲームの中の俺すごいコアなところついていこうとしてる。ほんと、誰も知って、誰も見なさそう。誰も見なさそう。俺を実況者だ。事務長を通してもらわないと困るぜ。わー、これで有名人の仲間入りだね。ふふ、サインの練習解かなきゃな。ちょっと待って、会話録画しないで。実況ダメ、恥ずかしいし、みんなも喜ばないで、何か言ってよ。はっ。俺の周りにいる3人はすでに俺の部下だ。はっ。少しくらいいいだろ。実況者、須田圭介君は、本当恥ずかしいな。これ読むめっちゃ恥ずかしいんですけど、やめて。ちょっとやめて。だんだん恥ずかしくなってくるやつ。だんだん恥ずかしくなってくる的な感じ。なぜか私の演技を実況しようとしている。演技を実況しようとしているっていう意味、よくわからん言葉が出てきている。実況って普通ゲームとか、乗馬とか、競馬とか、そういうのものをするんだと思うんだけれど、俺は新しいことを挑戦するんだとか言って、休み時間のたび、中庭にやってきては、演技の様子を実況しようとしている。休み時間。現実の俺だったら、絶対机に突っ伏して寝とるところだもん。確かに、一人で演芸部をしている私は格好の笑い者だ。でも、笑いってそういうことじゃなくて。やばい、作者さんが恥ずかしがるがいいって。やばい、ほんまに恥ずかしいんやけど。 いつからだろうか、刹那圭介がこんなにバカになったのは。放課後になるとクラスも自治体も違うのに、なぜか中庭にやってくるこの世に、私の唯一の人間の友達なのだろうか。やめて。それだったらさ、人形の友達とか、虫の友達とか、猫の友達とかだとたくさんおるみたいな、そういうスピリチュアルな主人公みたいに感じてなってしまうぞ、お前。まあ、下の名前が動物の名前だから仕方ないか。どうした、ヒポポタマス。なんか元気ないね。何かあったら相談してくれよ。話なら聞くぜ。実は、胸がなかなか大きくならなくて困ってるの。別に隠すことでもないし、部員を集められそうにないことを相談してみることにした。マジで。こんな4人、特に俺に相談したらえらい目になるよ。部員募集中という張り紙をな、郊外どころか街中に貼るぞ、俺だったら。いいのか。近所のじじいが来るぞ。71歳ぐらいのじじいが来るぞ。力になるぜ。ただし、俺様と結婚前提付き合え。あ、こいつは俺が顔面グーで泣くとくから大丈夫だよ。力になるよ。ただし、お腹いっぱいいちごを食べさせてて。お前に関しては、俺のグーパンをお腹に直接飲み込ませてやるからな。ご馳走してやるからな。力になってあげる。しかし、花壇で発掘作業させろ。お前を埋められたくないんだったらやめとけ。力になるよ。ただし、演技を実況させてくれよな。多分こいつが一番頭おかしい。おい、お前 お前らさ 息合ったタイミングでドンってくるな、お前。いっぺんに よりいっぺんにドンって詰め寄ってくるな、お前。あ、ちょっと、ももちゃんの声入ってしまったね、今。間違えて。欲望をむき出しにした4人は、目をぎらつかせて、迫ってくる。はーい、生徒会の皆さん、こいつらです。こいつらが風紀を乱してる奴らです。思わず、たじろいだ。私ごときが手段など選んではいられないのだろうか。部を設立するのには、まず4人、部員を集めなくてはいけないというのに、ちょうど4人ここにおるという。
歯がゆさ。土の中でデニメだ。ちょっと待って、デニメだけど、これデじゃないな。今ちょっと土の中デニメだけどさ、最後のデと呼んだ部分出てなかったな、絶対あれ。ネクロ部分だったな。うん。というわけで、なんか説明もなく、こういう突然何かしてください的な画面に持っていかれました。前にやった同じゲーム、同じ作者さんのゲームの落書きピースでもすごいザックボランでもあったですが、説明はあったのに今回のゲームは説明がありませんでした。それは何でしょう。責任は私が取りますから、自由にやってくださいという作者さんの男気をあふれるようなあれなんでしょうかね。自由にやりますよ。なんかアクションのコマンドがさ、半分近くハテナで埋められとんよな。あとこれがイチゴ、ワイドストロベリーの果実を5つ入手しました。あ、回収できるんだ。あ、取れた。あ、取れた。あ、回収とかできるんだ、イチゴ。はあ、これを地元で打って、生計を立てて、どんどん生徒会に貢いでランクを上げていくようなゲームなのかな。ワイドストロベリーか。なんか高級そうなイチゴの名前やな。1粒2000円ぐらいで売れるんかな。さて何するか。このワイドストロベリーを大量生産して、どんどんガッポガッポ金稼いで、もう億万長者になろうかな。友達を呼ぶ。わっ。やめろ、一番右のやつの存在感が強すぎるわ。やめろお前。おい、一番右のやつ、お前。刹那圭介を呼びました。呼ばれました。俺、どうどう実況させる気になったんだね。なんかちょいちょいももちゃん混ざってきてるんや。間違えてももちゃんの声で呼んでしまうんや。心の準備がエロい。なんかエロいことをしそうな感じになっている。やめろ、俺がエロいことを、エロいことをエロいことしようぜみたいな感じで突きつけてるような感じがする。心の準備が、まだ心の準備が。そっか、残念だよ。やめろお前。やめろお前、切なそうにっていう名前書き方それにするなお前。昔他の実況者仲間からさ、切なケースキ略して切ないって呼ばれてたのを思い出したわお前。疲れたので今日のところは家に帰ります。俺のことをシッシーってやっただけで終わるんだよお前。一日どんな一日の使い方だお前は。次の日、2日目、なんかサイドルだ。なんかいろいろ増えてる。ちょっとゴキブリおるよお前。ゴキブリおるぞお前。動物の森じゃないやけん。もう長いことほったらかした動物の森じゃないやけんお前。何がグッドだお前。ゴキブリの処理早いな君。慣れてるなお前。じゃあこいつカナブンか。カナブンおるぞお前。カナブンはでかい木におるもんじゃないの。なんで花壇にカナブンおるん。まあ、いや、処理。はい、処理。はい。処理が早い。むしろ処理が早いわ、さすが。キノコも生えとる。ムジナタケ。入手って回収するの？これも植えたとかそういうじゃないよな。はあ。とりあえず、これは何？花咲かしとんな。もう花咲かしてんの？生えています。育成日数9。水分量乾き気味。水与えなあかんのか。こうか。こんな感じ、ちょいちょいですね、腹の様子を見て、その適切な対応していく感じなんやな。はい、水。お水をあげました。疲れたので今日のところは家へ帰ります。お前、水あげただけで疲れると、お前どんな体弱いじゃんお前。いや、70歳超えたおばあちゃんでももうちょい働くぞお前。次の日、何だろうこの女の子。友達を呼ぼうか。まだ呼ぼう俺のこと。俺が俺のことを呼ぶからな。刹那圭介は刹那圭介を呼ぶという謎の状態になるからな、お前。刹那圭介を呼びました。また同じくらいまで攻めてきた。
逆にさせたらどんな感じになるの？どんな実況するんだお前は。君はどんな実況を披露してくれるんだお前。もうやけくそだ、好きなように撮ればいい。やばい、好きなように撮ればいいの時のこの顔、絶対自分の体を捉える時の顔だお前。偏見かな。サンキューヘブボタマスちゃん。それではお言葉に甘えて JK の園芸姿、 JK の園芸姿って言うたらなんかすごいいやらしい意味に聞こえてくるんです。やめてください、やめてください。くっ、背に腹を変えられない。やめて、今の言い方だったらなんか実家が貧乏でこういう仕事でもしないとお金が手に入らないみたいな背景を見えてしまうから、ちょっとやめてほしい、ちょっとやめてほしいです。実況されました。その実況って言い方も卑猥な方向で聞こえてくるのが俺というダメな人間。よし、収録完了と。あとは絵で編集してからアップするよ。約束通り園芸部員になるよ。そう言って佐々木圭介は入部届に自分の名前を書き始めた。ありがとう佐々木圭介くん。再生数上がるかな。ま、需要があってもなくても自分の好きなことをするのがポリシーだから何でもいいんだけど、反響があったら教えてねとか言いつつ、可愛いおの子が見てくれたらいいな。分かっとるな、作者さん俺のこと分かっとるな。ぶっちゃけた話、同じ一人でも男の視聴者と女の視聴者じゃ、女の視聴者の方が数倍嬉しいからな。分かっとるな。なんだかんだあれですよ、このゲームの作者さんが女の人って聞いて俺はすごいやったーってなりました。やったーってなりました。ガチでやったーってなりました。佐々木圭介が部員になりました。部員召喚アクションが使用可能になりました。待って、それ部員召喚でなんか前回やったら落書きプレスでも似たようなもん似たようなコマンドがあったような気がするよ。戦いの時に疲れたので今日のところは家へ帰ります。次の日、どうしたどうした、俺がなんか疲れ果てた顔になってる。どうしたお前。おはよう、切なけいすけくん。なんか元気ないね。どうしたの？それが、昨日撮った動画が。もしかして再生数伸びなかった？いや、大丈夫、大丈夫。俺の最近の動画の再生数、一つあたりだいたい15とかそれぐらいだから。営業なんて地味なもん撮ったってしょうがないよな。再生数はそれなりだったよ。それじゃあ、不適切な言動で運営に初期を伝えたとか。最近厳しい。不適切な言動なんてしません。この歩くま、なんて読むんですか、これも読めん、これなんて読むんですか、真人間って読めばいいんですか、新人間って読めばいいんですか。それじゃあどうしたって言うのさ。園芸動画を投稿した途端、視聴者の年齢層が急激に上がったんじゃ。あー、確かに園芸というコンテンツはその渋さから年齢層高めだ。私の園芸仲間も還暦に近い高齢者、ゲフゲフ。もといお年寄りの方が多めなのでそうなるのもわかる。ってことはヒポポタマスお前結構せんべいとかそういう系が好きなんじゃないか。せんべいとかそういうお菓子、そういう系のお菓子の方が好きなんじゃないか。羊羹とか、家で結構羊羹とか食べてるだろお前絶対。俺はもっとギャルやピチピチの可愛い子ちゃんたちに動画を見てほしいんじゃ。やばい、このゲームの中の切なケースケ分かっとんな。うわー、こんなはずでは。アンビリーバボー、私は時々見るよ。なんて、ナニンズホームの園芸動画、元ネタが分からん。まるで当て字されとうけどさ、当て字されてなくても分からんかもしれんやつぶっこんできおった。だからまあ希望は捨てないで生きて。やめろ、切なそうだっていう文字をそういう書き方するなって言っただろうお前は。なんか日頃から切ない人間だと思われてしまうかもしれない初見さんに。さて、じゃあコマンドで部員召喚っていうのが現れたんでやってみよう。俺呼ぶぞ、俺が俺を呼ぶぞお前。
どういう状況なんこれ。なんで俺が俺を呼ばないといけんな。来た、協力するぜ。何をしてもらいますか。収集活動、発掘作業やめて。俺そういう体力仕事が苦手なんです。そういう面倒くさいの苦手なんです。防寒とかないですか。防寒ってコマンドないんですか。防寒ってコマンド、この辺に防寒とか。しょうがないな、防寒ないんじゃん。収集活動、発掘作業、どっちの方が使えんですかな。どっちの方が使えんで済むかなこれ。収集活動、発掘、あー、収集だったらなんか集めるだけって感じがするな。発掘だったら地面を掘り起こさなあかんで、ちょっと体力使いそうやな。収集させて、収集活動お願いします。お、招集できる部員がいなくなってしまいました。どこに行ったんだ俺。めっちゃ増え、気づいたらめっちゃ出てきとんで、虫とか生えとるもんが。お前なこれなんて読むんすか。難しい漢字並べないでください。漢字苦手なんすく。何のタグが湧いてきたんすか。やめてくれ。うおー、なんか大量に虫出てきたけど、何だった今、わからん。キノコ、キノコ、なこれ。あ、ワイドストロベリー新しく生えてきたんやけど。水やろ。あーくそ、水やったら変えるんじゃんお前。水やったら途端に体力失うタイプの女の子やん。昨日部員召集で頼んだもの持ってきてくれるかな。これが欲しかったんだろう。多分いやらしい感じで言ってきている。これはいやらしい感じで言ってきている。さすがケイスケ君からマリーゴールド受け取りました。めっちゃおしゃれなもんできた。俺めっちゃおしゃれなもんできた。俺花とか全く詳しくないから、そんなおしゃれなもん持ってきてくれ、持ってこんと思うよお前。せいぜい道端に咲いていった草とか抜け花壇とかに入っとったら絶対真っ先に抜かれるような草とか持ってきそうな気がするんやけど。ありがとう。わ、この笑顔のために俺は頑張っております。この笑顔のために俺はヒポポタマスの笑顔を見るために頑張ってきたからな俺は、きっと。よし、どうしようかな、もうちょいやろう。てか友達を呼ぼう、どんどん友達を呼ぼう。序盤は待てよ。でも友達呼びすぎてさ、花壇が荒れ果ててしまったら本末転倒やけん、ダメダメダメだ。とりあえずイチゴ収穫、これを打ってゲーム実況の資産の足しにするんじゃ、予算の足しにするんじゃ。アンズ岳、紫しめじ、ムジナ岳、まだ生えてきてる。植えた覚えのないのに生えてきてる。どうなってんだこの花壇は。植えた植え、あ待てよ、水やっ、おいどうしたお前、おいどうしたお前、水やったのに使えようになってきてた。お前なんか体力ついてきてたお前、知らぬ間にお前。どうしたんこの間お前。回収回収、普通。あ、また水やったら今度こそちょっと疲れ果ててきそうな気がするけん、まずこっちじゃ。湧いていたバート、これどうにかできんのかな。まあいいや、ここはさらに友達を呼ぼう。うん、このむさ苦しい男なんか呼ばんからな。ももちゃんっていうすごい癒し系のキャラクター呼ぶからな。もうこの2人と俺の3人のハレムでもいいような気がするけど、ももちゃんを呼びました。お腹空いたの、一応持ってたらちょうだい。ほーらよ家畜、いいよ全部あげる。ただし食った分の仕事はちゃんとやってもらうわよ。わあ、ありがとう。モーちゃんにワイドストロベリーを全部差し出しました。このさ、身がたまらないんだ。うわー、酒持ってこい酒。え、モーちゃんは本当にこれが好きだよね。美味しかった、満足したから園芸部員になるよ。そう言ってももちゃんは入部届に自分の名前を書き始めた。え、
これでももちゃん大丈夫？料理部と掛け持ちになっちゃうんじゃないの？大丈夫大丈夫、料理部やめるから。やめるの？絶対こいつ料理部作る側じゃなくて食べる側で入っただろう。ありがとうね、ももちゃん。いいの、私最初から入部しようと思ってたんだ。ヒポタマスちゃんもも、もっと仲良くなりたかったから。多分その仲良くなりたかった理由がイチゴなんだろうな。イチゴをくれる人っていう認識で思われてるんだろうな。複雑だな。ありがとう。どうして私なんかと仲良くなりたいと思ってくれたのか、モーちゃんの考え方はわからないけど、そう言ってくれてすごく嬉しかった。私もモーちゃんともっと仲良くなりたいよ。うん、なんか恥ずかしい。言っちゃった。もっとお話したかったのに。黒川桃が部員になりました。疲れたので今日のところは家に帰ります。次の日。ちょっと待って、デイログって次の日次の日って来てから、これ絶対こうもう一回のうちにどれかは土日って話やな。お前こまめに来るな、お前頑張るな。はあ、ちょっと一回ぐらい種をまいてみたいな。とりあえずこのグッドグッドグッドナイスって感じで勝利した後に、でしめじとかそういう系を取って、でこれ何これ、わー枯れたんじゃ残念。その後に種まいてみよう。種があればの話。このコマンドでは手に入れた種や球根などを植えることができます。植えたい植物を選んでください。心の向くままに埋めていってください。心の向くままに、心の向くままに埋めていっていいのかい。種がなくなるか右クリックで終了します。花をたくさん植えると花壇が楽しくなります。マリーゴールド、ああ俺が持ってきたマリーゴールドや。お前めっちゃ貢献してるやん。俺植えるぞ植えるぞ。右クリックで終了。え、ああじゃあお前俺のマリーゴールドやけんな。お前俺のマリーゴールドやけん真ん中行くぞお前。あれ思った感じなかった。なるほど、こういう感じね。この白いところに植えさせてもらえるわけね。真ん中あたり。よし。水、俺のマリーゴールドやけんな。特別な感じで水あげろ、お前。やるぞ、お前。お水をあげました。他のは？乾燥している。こいつは水あげな。疲れました。あ、俺来た！俺来た！お、俺が上げたやつじゃんみたいな感じで来たな、お前。察知したな、お前。さては察知したな、てめえ。じゃあどうしようかな。とりあえず、これ処理して、これ取って、これ取って、俺のやつはもう毎日水あげる。俺のやつやけん、水ちゃんとあげるからな、お前。俺のマリーゴールドやけんな、お前。感謝しろよ。